にちは、美穂です。今日はお友達のお誕生日をお祝いしに、美味しいランチを食べるお店に行ってきます。昨日買ったプレゼントをちゃんと渡します。道に迷っています。道に迷ってちょっと時間がかかってしまったにもかかわらず、一番にお店に到着しました。優秀ですね。今日は3人でランチなので、他の2人を待ちます。普段あまり来ないようなちょっといいお店なので緊張します。今日の東京、最高気温が17度ぐらいで雨も降っていたので肌寒かったです。首にボリュームのあるものを巻いていると顔が小さく見えると聞いたことがあって、チャンスさえあれば巻いてしまいます。食べるときは取ります。3人でおしゃべりをしながら美味しいものを食べました。コース料理っていうのはテンションが上がりますよね。少しずついろいろなものを食べることができるので健康的な食事だなと思います。美味しかったです。ランチの後でコーヒーを飲みに行きました。ゆったりしたスペースの素敵なカフェでした。ちょっとゆったりしすぎて姿勢が悪いですね。今日の3人のお誕生日をお祝いし合うようになってからもう何年も経つんですけれども、みんな変わっていくこともあるし、変わらないこともあるし、これからもお祝いをしていけたら嬉しいです。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。